よー、みなさん、こんにちは、なかみすでーす。たかげくんだーす。こんな髪型ということは、こんばんは、みたいな感じですね。これはなんか、あれみたいじゃない？アラジンの。こんばんは、こんにちは。コップンかーって感じ？タイランドみたいな感じ？わかんないけど。はい。ということでですね、トカゲくんとですね、今日はね、パジャマナイトパーティーみたいな感じでですね、この間購入したこちらの、なんか最近これね、インスタでね、出てくるわけ。ベッドにこう放り投げれば、これがなんかこう、バーンっていきなり光るみたいな感じの演出の広告がすごい出てくるわけよ。すごい気になってたからね、これを買ってみたわけ。アマゾンで。初お披露目なの。ね、トカゲくん。だからどういう風にこれが光るかっていうことを今日、トカゲくんと一緒に、実験していきたいと思います。ママ、途中で僕たちが寝ちゃったら起こしたよ。僕も起こすから。はい、ここにちょっと USB があるので、この USB にこれを差し込みます。まずプチプチ、こちらをスイッチレディーゴー。プチ Bluetooth mode。 え、なんて言った？ Bluetooth mode。 なんて言った？あんた、もう一回やって。 Bluetooth mode。 Bluetooth mode って言ってる。うわー、すごいすごいすごい、皆さんすごい、満天の星空。真っ暗闇にしたらさ、もっとすごいんじゃないの？あ、やってみよう。ねえ、やってみようよ、ちょっと。え、ちょっと待って。一回、え、ちょっと待って。ちょっと待って。一回切るね。やば。早く来て。見えてんの？僕たちのこと、そっちは。ナイトモードみたいになってんじゃないの？これ。点灯式でーす。3、2、1。うわー！すごーい！すごいね。待って待って、見て。やばい！水暴走いろんなモードに変えれんじゃないの？こっち向けないで。すごいね、これ絶対このリモコンでいろいろ変えれんだよ。いくよ。デレンデレンデレ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 。あー、ただの光。なんかさっきの方がなんか海っぽかったね。あー、スターモードになった。これさ、わかんなくない？みんな、こちらはスターモードになっています。トカゲくんの顔がトカゲになってる。本物のトカゲちゃん。やばい、トカゲ。ママはママやばえ、なに？やばいって。なんでよ。すごいね、メットガラに出たい。水暴走じゃん。イエーイ。え、次ちょっと何色になるの？リモコンは Red, blue, green。 待って、 Red, blue, green, white。 White。 White は白だと。あー、せーの。はぁ、さっきのやつと一緒じゃん。絶対そうじゃない？すごい綺麗。すごい怖い顔になってるよ、ほら見て。怖いって。 White、怖いな。ね、何ビビってんの？怖い、ね、やめて、本当に。すげえ、せーの。あ、これさっきの味じゃん。え、これもしかしてこのモードしかないわけ？そうでしょ。あ、あら、ピンク、やったー、すごい可愛い。え、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 赤？え、変わるんだ。変わるんだが、ブルー来た、また。可愛いから。で、え、これ緑？緑。これは？あ、ピンク！ピンク！ピンク！ピンクちゃん？ピンクちゃん！かわいいや！すごいです。ということでですね、ちょっとこれで、トカゲくんとパジャマパーティーモードみたいな感じですけども、ちょっと今ね、トカゲくんとね、最近ね、私がハマってることがあって、昔のお話ごっこみたいなことにハマってるの。トカゲくんが今まで7歳の間に、どういうことが楽しかったかみたいなことをね、話してから寝ようみたいな感じのね、ハマってんだよね、トカゲくん。それを今からちょっとして、ちょっとお休みタイムにしたいと思います。ピンク！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 ピクピク。レレレレレレレ、キラキラホタルみたいになってるやー。さっきトカエくんが言ってたさ、なんかあったじゃん、過去か未来かどっちか行きたいみたいなこと言ってなかったっけ？あ、そうそう。ね、トカエくんは何、過去か未来どっちに行きたいの？未来。なんで？だってさ、未来の自分みたいな。どうする？ずーっと歯がなかったら。やだやだ。ずーっと歯が子供の歯だったらどうする？やだ。でもママ未来には行きたくないな。なんで？だって自分がどんなさ生活してるか見たくないもん。なんか爆買いママ大好きでしょ。もしさ将来さお買い物できてなかったら悲しい気持ちになんない？今
だよね。だから未来は絶対知らない方がいいんだよ。過去を振り返るのも良くないけど、未来には希望がいっぱいあってほしいから、あんまり見ない方がいいと思います。こうなりたい、あんなりたい、こういうことしたい、こういう家に住みたいとかさ、こうやってさ想像するとすごくさやる気が出てこない？よし、じゃああれを頑張ってみようとかさ、未来を先にさドラえもんみたいに見ちゃってさ、あこうなっちゃってんだったらもうこれしなくていいやとかさ、そういうさことになってしまうじゃん。だからさ絶対楽しみがさ半減しちゃうと思うから、だからママは過去を見たい。それはなんでだと思いますか？そう、またね、トカヤくんがね、生まれた時のこととか、なんかちっちゃい時をすごく見たい。ママ、でも、うん、何？もう一回同じことをやるんだよ。そうだね。チラッと見たいぐらい。全部そっからやり直したいみたいな感じじゃないから。何日間かこう、トカヤくんの赤ちゃん時代を、あーかわいいかわいいってしたいってだけ。だけど、トカエくんがさ、大きくなるとさ、多分こういうことはできなくなるわけでしょ？お友達とお話しすることの方が楽しいってなっちゃうと思うから、絶対。やらないよ。本当に？でもそういうことになってしまうわけよ、子供って。今この瞬間を本当に楽しもうかなと思って。寝たかと思った。トカエくんなんかママに質問ない？ママが、ね、なんでママを選んで生まれてきたの？わかんない。わかんないよ。嘘、お腹の中のこと覚えてないの？前言ってた気がするんだけどな。ママがなんか一番優しそうだったからって言ってなかった？それ超前に言ってた。それなんで？わかんない。パパとママどっちが好き？ママが好きだったの。本当に？うん。ありがとう。小手くんは将来ママと一緒に旅行とかしてくれますか？将来って大人になったら。そうそうそう。ね、ママおばあちゃんになってる。だけど旅行とか一緒にしてくれますか？うん。本当に？できればドライブ。ドライブ？うん。ドライブがいいの？ママのおばあちゃんをあれ助手席に乗っけてブーンっつって。嬉しい。嬉しい。おばあちゃん乗っけてるって。嘘、いるよ。いるよ。だって、玉江さんだって乗るじゃん。デンジャーだって。デンジャーってもしかして？もしかしてだけど、もしかしてだけど、デンジャー？デンジャーばあちゃん？デンジャー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 ばあちゃん？デンジャーデンジャーデンジャーばあちゃん？デンジャーデンジャーデンジャーばあちゃんの武勇伝はいっぱいあるよ。デンジャーばあちゃんってバーバのことじゃなくて、玉江さんに決まってるでしょ。玉江さんよ。でもバーバも後に玉江さんみたいになるけどね。ごめんけど気をつけな。いっぱい送りつけられるよ。トカゲくんとか言っていっぱいなんか届くよ。デンジャーばあちゃん、デンジャーばあちゃん、なんで通報ってんのよ。デンジャーばあちゃん、デンジャーばあちゃん、なんでおならした？最悪！お腹に力入りすぎだから。デンジャーばあちゃん、デンジャーばあちゃん、言わないで。バーバーは将来デンジャーばあちゃん。ね、笑いすぎだから笑い死にするよ。ね、ママも笑いすぎ。冷静だよ、デンジャーばあちゃんに対しては。本当にデンジャーなんだもん。危険危険、身内のフライデー。最後にママに質問ない？ママが好きな動物園は？ママが好きな動物園はデンジャーばあちゃん。ママが好きな動物園、デンジャーばあちゃん、長崎ばあちゃん。最後の質問です、トカゲくんに。何をしている時が一番幸せだなと思いますか？デンジャーばあちゃんの歌。デンジャーばあちゃん、デンジャーばあちゃん。もうちゃんとしてよ。最後の質問なんだから真面目に答えてよ。本当にデンジャーばあちゃんの歌なんだもん。本当に？じゃあ寝ようか。もうトカゲくん、デンジャーばあちゃんの歌歌わないで。歌わないでって、歌ってって言ったの自分じゃん。デンジャーばあちゃん、デンジャーばあちゃん。
はい、皆さん、今日の動画も見てくださってありがとうございました。もう眠いので、もうトカエくんと私は寝ようと思います。トカエくん、おやすみなさいわ。おやすみなさい。はい。デジャバちゃん。デジャバちゃん。ということでですね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そして、インスタグラムとツイッターもやっております。そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そして、グッドボタンもよろしくお願いします。はい。ということで。ばあちゃん、LINE と間違えないでよ。はい、そうですね。ばあちゃん、インスタグラムと、LINE の、ちょっと、間違えてるよ。ね。よろしくね。ということで、また皆さん、次の動画で、お会いしましょう。おやすみなさい。中リスでした。とトカゲくんですわ。バイバーイ。バイバーイ。ぴゃぴゃでんじゃばあちゃん。でんじゃばあちゃん。バイバーイ。バイ。